はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。いや、もう今週も天気が悪くてございましてですね、であと最近あんまり質問コーナーがちょっとできてなかったので、ちょっとできる限り来週からちょっとまた週2に戻そうかなと思ってます。結構質問来てるんですよ。だから結構自分の質問まだかなっていう方が多分多いと思うんですけど、少々お待ちくださいませ。いや本当はね、あとちなみに今週実はヨノーズの横島一番に行く予定だったんですよ。でそれが天気が悪いのか何だったか、ちょっとまあ自分だけじゃなくて他に何人かいたんで、船長さんに聞いたらもう出航できないっていう感じだったみたいです。いや横島一番行きたかったっすね。行ったことは一応あるのはありますけども、夏ってどうなんだろう、はい、まあ、そんな感じでございまして、一つ目の質問の方を読んでいきたいと思います。ラウさんお疲れ様です。いつも楽しく視聴させていただいてます。今度、一度調光費用動画をよろしくお願いします。あと餌の節約術もお願いしますということで、質問が来ております。調光費用動画、まあ、それをわざわざ動画に、なんか動画にしたことはなかったっけなっていう、いや多分あるようなないような、近いようなのをしたのかな、なんかそういうっぽい動画をしたこと、あれな、オキアミの加工についでになんかそういうことを言ったような気が、いやもう言っても自分結構毎日動画撮ってるから、ほぼ毎日かな、うん、そんなこと言ったような記憶もあるといえばあるんですけど、調光費用ね、まあ、これは、まあ、何の釣りというか、まあ、グレならグレでも磯に行くグレなのか地磯に行くグレなのか、あとまあ普通のチヌ釣り、チヌ釣りも気合を入れた構えのチヌ釣りなのか、普通に港でちょい釣りでやるチヌ釣りなのかで、結構もちろんそのドーンと変わります。もう一番高いのは一層ですよね。もう渡船代がすでにね、大変かかるっていう。だから磯に行くときは、大体1万円ぐらいかかります。大体ね。一人行った場合。というのはもう渡船代で、ヨノーズはもう6000円かかるんですよ。だからその6000円プラス餌代がだいたい3000円ぐらいですね。なのでだいたいそれにまあ半額弁当とか飲み物入れるとちょうど1万円ぐらいかかるっていう感じです。だから磯に行くときはもうその節約っていう節約はそんな考えてない、まあ、めったに行かないし、餌もちょっと多めに作っていくって感じです。で余った分は冷凍庫、釣り専用冷凍庫があるんですよ、自分の家には。容量は66リットル、こうちょっと縦で上にこう蓋がこう開くような、ね、冷凍庫があって、そこにこう余った餌をどんどん入れると、もうこれが節約の一つだと思います。チヌ釣りでも余ったらもうほんとこんぐらい余ったら持って帰ってます。基本的にまずそのドバドバって海に捨てることってほぼほぼないです。100回行って1回あるかっていうぐらいほぼほぼ持って帰ってます。で釣り場で余った分ビニール袋入れて、だからビニール袋結構持ってってるんですよ、何枚か車にも予備を積んであるとかそんなレベルで入れて、でバッカンを海で洗ってその袋入れた分をその冷蔵庫にポンと入れるという感じです。だからこう毎回釣りに行った時に多分巻き餌を紹介してると思うんですけど、その時にこれはなんとかの残り、これはなんとかの残りみたいなのを掛け合わせて、まあ調理釣りの時はもうそれを修行台入れずにそのまま釣りをするから、まあ、調光費がほぼタダだったりとかっていう感じですね。まあ、近場の場合はね特に。であとはもう他の節約術といったらもう加工オキアミを自分で作る。これがもう一番の節約じゃないかなと思います。オキアミって年中使う餌じゃないですか。なのでまあそれはもうね自分で作った方が圧倒的に安いです。オキアミ代、要は付け餌のオキアミ、ね、が
1回の調香でだいたいね10円から15円ぐらいです。自分で作るとね、あの普通はメーカーのパックで使うじゃないですか。あれ400円ぐらいするでしょ。400円も全然いらないです。だいたい自分の場合計算すると10円から15円ぐらい、よく使って15円ぐらいかな、うん、朝から晩までじゃないからね、自分は夕方からがちょっとだから、ほんと10円15円じゃないかなっていう感じです。まあ、ネリエさん最近ちょっと買ってますけど、ネリエさん昔めっちゃ作ってたんですよ。でネリエさんもだいたい1キロね、自分だいたい1キロから 1.2 キロぐらいで作ってたんですよ。なんかちょっとずつ入れるとだから増えると増え大きくなっちゃうんで増えて 1.2 キロとか、だいたいあのマルキューのああいうあのネリエさんってだいたい 100g なんですよ、1枚が。あのだいたい400円ぐらいってやつがね。でそれをだから12枚分かあの1キロ作って、いくらだったっけな、100-150円とかじゃなかったかな、 1.2 キロ作ってね。だから普通の市販で買うと12枚分かっていう感じでございます。なのでまあ自分で加工をして作るっていうのがもう圧倒的にいいですね。であとは就業材、就業材はもう安い時に箱で買うとか、できる限りその時に買いだめをしておく。こればっかりはただね、こう置く場所がないと、あの就業材ってなんだかんだでやっぱちょっと匂ったりとか、まあ、最近はあんま匂わないっちゃ匂わないけど、そういうのがあったりするんで、まあ、置く場所とかがあればその就業材も箱だから、自分はセールでたまに箱でドンって買ってる時があると思うんですけど、そういうのがあるからこそ就業材一袋がちゃんとしたメーカーの拭き手袋が300円だったり350円だったりとかなんですよ。だから一袋入れても大体それだ、そうそう、残りと就業材一袋入れて、だから調香費がその就業材一袋の350-60円プラス置き網が10円15円とかなんですよ。1袋使ったとしても1回の調香費がだいたい400円いかないぐらいで収まってるといった感じでございます。だからそうですね、だからそう節約するなら冷凍庫1個あったらもうめっちゃ便利ですね。もう捨てて帰ることないし、あとまあ安いところで置き網を、まあ、今はちょっと川の釣りもちょっと高くなっちゃったんでね、あれですけど、前はねめっちゃ安かったから1票とかね、8角で1票なんですけど、それを1票買いしてもう冷凍庫に入れて他というか保存してあったりとかで、あとは釣りに行く時も家に冷凍庫あるから自分で解凍出しといて、あやっぱ今日天気悪いなとかっていうとまた冷凍庫に戻してと、まあ、そういう方法もあるのでね、あの1個冷凍庫があると非常に便利かなと思います。ただ冷凍庫66って言っても結構50センチはあるのかな、うん、なのでまあそれも場所をね取ったりするんですけども、まあ非常に便利でございます。で非常に節約に役に立つと。電気代がだいたいねどんぐらいだろう、1日30円ぐらい言ってんのかな、そんなかかんない、開け閉めしないからね、冷凍庫閉めっぱなしで、開け閉めすると冷蔵庫もそうだけど電気代上がるじゃないですか。ほとんど閉めっぱなしなんであんま電気代もかからないっていう感じです。正確には分かんないけど多分な1日20円30円とかだいたいそれぐらいだと思います。はい、ということで、まあ、今のがまあだいたい自分の調香費用と節約術かなと思います。はい、ということで、よろしいでしょうか。続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。綺麗なチヌですね、おめでとうございます。これはね確かつくみ島のやつだったかなというので、まあ、最初にこういうコメントが来ております。質問があるのですがいいでしょうか。ワールドプレミアムラインはフロートですか、サスペンドでしょうか、ぜひ教えてください、よろしくお願いします、ということで質問が来ております。もう10年は長いけど7、8年は余裕で愛用してる、ずっとこの道にとって自分飽きないこのワールドプレミアムなんですけども、
まあ、最近で言うと、まあ、ING の、ね、セールでもなんか結構売れてたなっていう、あ、まだまだ売れてたんだって思いましたね。最近なんかあんまり大量には入れてないみたいですけども、はい、このワールドプレミアムね、これ新しい方か、株式会社現在ではこのトワールソンとなっておりますけども、このワールドプレミアムは、まあ、フロートラインかって言われると、あの初期撥水が強いんで、最初使った時はほぼフロートです。ほぼフロート、浮いてます、沈めても浮いてますっていうぐらいほぼフロートです。ただ1回調光か2回調光ぐらいで、その初期撥水が少し落ちると、まあ、セミフロートぐらいになるかなって感じですね。で、まあ、自分の場合これ大体、まあ、大体計算上で 150m ぐらい使って毎回5キロ切るんですよ。だから家に帰って大体7メートル半8メートル切るんですけど、まあ、とはいえどんどんね使うから撥水が落ちて、まあ、3、4回使うと、まあ、撥水があんまない、ないんで、言ってもボビー巻きだからね、これ600メートルだったら1540円か。なので、撥水が何回か使うと落ちるんですよ。3、4回でほぼ落ちるって感じです。そうすると、もうサスペンドですね。もう沈めたら、潮が流れないで沈んでいくっていう感じ。沈むほどはないかな。サスペンドとセミフロートの真ん中ぐらいっちゃ真ん中ぐらいかな。もう自分の場合こうだから、10回ぐらい使うとだから75、80メートルだから、そんぐらい使うともうサスペンドかなっていう感じです。滑りはやっぱさすがに落ちるけど、だ血ぬつりの時はそのやっぱ置いた2枚錠とか多いから、こう沈めて使うのですごく扱いやすいって感じですね。まあ、他のメーカーのでもフロートって言ってもやっぱ何回か使ってやってもフロートじゃなくなるもんね。撥水がやっぱ結局落ちちゃうんで、まあ、撥水を持たせたい場合は別にシリコンスプレーとか拭いてもらえれば普通に撥水は戻ると思いますけどね。はい、まあ、そんな感じでございます。まあね、これ使う使わないは人それぞれだし、別にこのメーカーから何かもらってるわけでも何でもないんで、まあコスパはいいですよっていう話ですね。はい、ということでよろしいでしょうか。続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。いつも楽しく拝聴しています。釣り歴7年です。チヌ釣りですが、棒浮きにしたり、円錐浮きにしたり、餌、道具、仕掛けなどどれも自信がありません。チヌ釣り上達したいのですが、上達するためのポイントや自信をつけるためのアドバイスをご教授お願いいたしますという、質問というかな、来ております。これは難しいですね。自信をつけるためのアドバイス、なんでしょう。自分もね、だって棒浮きでしたり、棒浮きでもしてますよ。三沢に行った時は特に多分棒浮き使ってることが多いんですよ。なんかのんびりしたい時は棒浮き使って、ちょっと棚をちょっと下から切ってやったりとかですかね。でもなんかどれも自信がありませんっていうのがちょっと難しい。もう7年やってると結構長いですから、それでも自信がない、それで言うとでも自分も自信があるわけではないので、自信をつけるためのアドバイスどう言えばいいんだろう。チヌ釣り、チヌ釣りだったら、まあなんでしょうね、まあ一つまあ上達するためのポイントっていうのか分かんないですけど、巻き餌を大体巻くんじゃなくて、綺麗に自分が狙いたいところに巻くというか、なんていうんですかね、多分あの辺狙おうと思って巻き餌って結構ポン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 って適当にこう巻いてる人が多いっていうのかな。だけどその巻き餌の精度を上げる、あと仕掛けの投入の精度を上げる、これはね結構いいと思います。なんだか適当、結構ね適当に巻いてる人って多いのよ、見てると。
自分はもう、まあ最近というかちょっと前からこう結構気を使ってっておかしいけど、薪をこう、まあとりあえずあの辺に巻こうっていうか、あの辺から流そうかなと思ったら、薪をとりあえずポンとあのここに巻いたとしたら、そのちょっと手前だったかなと思ったら、その左斜め前、右斜め前じゃないけど、こうサイコロの目のように真ん中巻いたらこうっていう、ちゃんと狙いをつけて巻くと、それで巻き絵の、まあ、精度の上達というかするかなとは思うんですよ。で、仕掛けもちゃんとこのど真ん中ね、サイコロの目の 5杯巻き絵巻いたら、この真ん中をちゃんと狙って投げるように、まあ、ちょっと自信がない時とかちょっとあの大きめに投げてちょっと引っ張ってっていうのはありますっていうか、まあ地図釣りだったらそれが多いか、どっちかというとちょっと先に投げてちょっと引っ張って合わせるみたいな、あの2枚以上だからこう表面張力をちょっとね、こう海面よりパッて切るから、ちょっと先に投げて引っ張って合わせるっていうことが多いですね。グレはもう直接ドンってこうサイコロの目に巻いたらドンっていう真ん中に巻くことが多いかなっていうところでございます。もうこれはね結構やっぱ、上達するというか、まあ自信になるんじゃないですかね、この綺麗に巻いていくと。あのね、やっぱ上手い人たちって巻きの精度がもうすごいんですよ。完璧やばい、どんだけんとしても、あ、なんであんな綺麗に巻いて、しかも仕掛けドンピシャで入れるんだろうって。それは当たり前だよ、練習してるから。だけどなかなか上手くならない人って、もう巻きって大体巻いてるの、ポン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 ってっていう感じのを何年か前に発見しまして、だから自分も最近はこう綺麗に、ね、狙いをつけてね、1,2,3,4で5って巻く時もあるし、6,7とか大体こう綺麗に埋まるようにね、この辺一帯を、そういう風に気をつけて巻いております。なので、まあ、ちょっとその辺を少しずつこう練習したらいいんじゃないでしょうかと思います。はい、ということで続いての質問いきたいと思います。はい、ということで続いての質問でございます。ラウンズさんは地ぬつりで巻き餌で就業材とオキアミを入れないと釣れないと思いますか？オキアミなしで就業材だけでも釣れると思いますか、という、質問が来ております。ですね、まあこれに関してで言うと、就業材だけでも釣れると思います。はい、まあ、入ってた方がやっぱり釣れるとは思います。それも5号地とかでやっぱ見てると、大体とかそもそもやっぱ大きい網ちゃんと入れて巻き、就業材入れてるじゃないですか。自分の場合その前の残りね、ちょっとしたこの残りにプラス修行が一袋だから、オキアミの効果ってほぼほぼないんですよ。でそれでもやっぱ釣れるんで、やっぱり修行材だけでも自分は釣れると普通に思いますね。ただオキアミを入れてた方が確実に修行力は高いかなと、あとまとまりもやっぱいいですしって思います。だから、まあ、もったいない、あの地域によっても一角でやったら1000円とか普通にあるじゃないですか。だからもったいないなと思った時はもう半角に就業材2袋とか、それでもいいから、まあ、入れた方が、効果はっていうか、まあ、まとまりも上がるし、就業力的にもやっぱオキアミはあった方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。今まあ、網というか赤網というかあれが高いんでね、今一時期すごい安い時あったんですよ、昔ね。昔川の釣り具で、その一角、赤網って何キロ、4キロだったかな確か。普通のオキアミって3キロ1枚じゃないですか。赤網って大体4キロだったと思うんですけど、4分の1か、あれで。だって川の釣りで一番安い時って50円だったんですよ、一角で。ジャンボというか網一角で50円だったんですよ、たったの。そういう時代もあったんですよ。網の就業力もすごいんでね、
自分はもう昔ね、昔は網派だったんですけど、昔の話だけどです。まあだから、まあ、少しでも入れた方が、まあ、あの釣れる確率少し上がるかなと。ただなくても普通に5号機で釣れるので、まあ、なくてもというか細かいこと言うと微妙に前の残りのちょっとあるから微妙に入ってるっちゃ入ってるんですけど、まあ、それでもまあね、釣れるのは釣れちゃうんで、まあなくても釣れるんじゃないかなとは思います。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、ということで、まあだいぶ喋ったかな。ということで、今週の質問コーナーは以上でございます。また質問等ありましたら、コメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。